はい、えー。今日はですね、発信するのが怖いという、まあ初心者向けに、まあちょっと動画を撮っていきたいと思うんですけど、まあインターネットで、例えば YouTube とかで情報を発信したりとか、あるいはこうコンテンツを作ってね、販売したいなって思ってる時にですね、こう自分なんかが発信してもいいのかなとか、自分みたいなものがこうコンテンツ作っていいのかなっていう、こうメンタルブロックを感じる人って多いと思うんですよ。 初心者に一番よくあるね、えー、まあ悩みじゃないかなと思うんですけど、まあそういう人はぜひね、今回の動画最後まで聞いてもらえればと思うんですけど、まあ結論から言うと心配する必要は全くないってことですね。なぜならこう自分より一歩後ろにいる人に向けて発信とかね、まあ商品を作っていくってことをすればいいわけです。必ずしもその分野のエキスパートとかね、第一人者とかである必要はないわけです。例えばあなたが料理をね、 え、教えるとして、別にそんなこうなんか資格を持ってるわけでもないし、取り立ててね、こう料理が別にうまいわけでもなかったとしてもですね、例えばじゃあターゲットを僕にしたらどうなるかってことですよ。僕は全く料理ができないし、めちゃくちゃ下手くそだし、ね、何もわからないわけですよ。でも、例えば僕が料理したいなと思った時に、おそらく一通りのことはわかると思うんですよ。こういう料理はこういう手順で、こうやって作るんですよ、みたいなことは教えられると思うんですね。で、僕からしたら、 もうそれで満足なわけですよ。で例えば何でもいいですけど、えー、じゃあハンバーグにしましょうか。ハンバーグの作り方知りたいなと思ってて、でも分からないですね、自分じゃ。でも、その、そういうのが仮に、まあ今はクックパッドとかあるのかもしれないですけど、それはなかったとして、教わりたいと。じゃあ、でもプロフェッショナルなそういう料理教室の先生から教わりたいかっていうと、別にそこまでは求めてないわけですよ。ちょっと自分よりね、詳しい人。 に聞けばいいかなっていうふうに思ってるぐらいなんで、まあその主婦の人とかね、そういう人に教わることもできるわけで。で、僕はそれで満足なわけですよ。ハンバーグ作りたいなと思ってハンバーグが作れたらそれでいいわけなんで、もう十分なんですね。だからこう自分より一歩後ろにいる人に向けて発信をしたり商品を作る。それでいいわけです。それだったら自分が初心者とかね、そんなに実績なくても大丈夫だと思うんですね。そのゴールをどこに設定するかってことですよ。例えば僕はゴルフをね、 まあや、全くやったことないんですけど、ゴルフをやるとして、どこに行って、その、なんだろう、クラブを買えばいいのかとか、そもそもそのゴルフの手続きのやり方もわかんないし、どうやって回るのかも知らないし、ね、その南蛮アイアンとかで何をどうやって打つのかも全くわからないわけですよ。でも、 別にプロのゴルフ選手からそれを教わらなくてもいいんですね。例えば友達で自分より詳しいゴルフね、詳しい人がいたとしたら、その人に聞いてこうやってやるんだよって言ったら、それで満足なわけです。僕は知りたいのは、とりあえずゴルフってどうやって回るのみたいな。そこを知りたいわけなんで、別にその、めちゃくちゃエキスパートになりたいとかね。っていうのはまだそういう段階に至ってないわけです。ってなると、初心者として最低限知っておくべきことさえ知れれば十分満足なん、ね。です。 自分が何かコンテンツとかを作っていきたいとか商品とかね、まあ、発信をしていこうと思った時に、そういうような形にすればですね、相手は十分満足してくれるんですよ。こ0から10まで全部教える必要はなくて、自分が教えれる部分だけを教えていけばいいということですね。そういうふうに考えたらできると思うことないですかね。 絶対その人間やっぱり向き不向きがあるし、できること、すべてパーフェクトな人ってのはいないので、何かの分野において、まあ、例えば、ね、イチ一ー選手だって、例えば苦手なことはあるだろうし、そういう人にじゃあ私がね、ゴルフを教えますよとか、料理を教えますよって言ったら、教えられると思うんですよ。相手が超一流の人だったとしてもね。そういうふうに考えると、メンタルブロックも外れるんじゃないかなと思うんですよ。批判されるのは怖いとかってね、いうふうに思う人もいるかもしれないんですけど、一言で言うと、何をやっても絶対に批判してくる人間出てくるので、ね、 どんな聖人君子でもね、やっぱりそう有名な芸能人とかもそうじゃないですか。好きっていう人もいれば嫌いっていう人もいるし、こう、八方美人でね、そういうこう、人の顔色がかってたら全く叩かれないかってうとそういうわけじゃないですね。そういう人も絶対、こう、何か批判してくる人間出てくるし。で、それが嫌なんだったらもうインターネットで情報発信はしない方がいいってことね。そういう、まあ、露出すればするほど、まあ、いわゆるそのアンチとかそういう人が出てくるので、それはもう避けられないことですから。それも乗り越えた上で、 やっぱりね、こうネットで発信していくっていうことが必要になってくるんで。で、それでまあ批判も当然出てくるのはあるんですけど、それとはまあ同じで、えー、あなたいいですねって言ってくれる人も絶対出てくるので。うん、批判がある場合もあるけども、賞賛してくれる人もいる。あなたの商品買ってよかったですとか、あなたの発信ね、聞いてよかったですって言ってくれる人も絶対いるので。例えば YouTube とかね、始めてもらったらわかると思うんですけど、 例えば100本動画上げてね、全部の動画が視聴者数ゼロとかってまずないと思うんですよ。絶対見てくれてる人はいるわけですね。そういう人たちがやっぱりね、喜んでくれればいいわけですよ。その他大勢に喜んでもらえなくても、自分の発信とかをいいと思ってくれる人だけを喜ばせようとすればいい。みんなを喜ばせようとすると、やっぱ疲弊しちゃうんですよね。自分がどんなに言っても相手が満足してくれないとかね、否定ばっかりしてくるってなっちゃうと、もう心が疲れちゃうんで、そういうのを 考えるんじゃなくて、自分のことを必要としてくれている人とか、自分の発信に対して喜んでくれる人だけを、まあ、ハッピーにしていくと。そういうふうに考えると、そんなにこうね、えー、心も疲弊することもないし、メンタルブロックもね、なくなっていくんじゃないかなと思います。で、まあ、懸念事項としては、やっぱりね、そのすごい人から見て、あなたが言ってること間違ってるんじゃないのみたいなふうに否定されるとね、そういう恐怖がある人もいると思うんですけど、まあ、一言で言うと、自分よりすごい人は自分の発信を見てないことの方が多いわけです。 例えば自分が何かの分野において、例えば、じゃあ自分はゴルフの選手だとして、ねえー、自分より下手くそな人の、ね、ゴルフの講座とか見ますかって話ですよ。見ないと思うんですね。ビジネスとかもそうで、自分よりなんだ、こう実績がない人の、そういう、まあ、セミナーを受けたりとかっていうのは基本的にはないと思うんですよ。で、そこで、しかもそういう一流の人たちっていうのは、他人の否定をしたりとか足を引っ張ったりとかって基本的にはしないし、忙しいので、そんな暇はないんですね。 そこはまず心配しなくていいし、何が正解かっていうのは人によって違うわけですよ。例えば、じゃあね、ビル・ゲイツとか、ジェフ・ベゾースとかね、ソン・マサヨシとか、彼らがこういうやり方で成功しました。あなたもこうした方がいいですって言って、じゃあ地球上全ての人類がですね、彼らと全く同じことだったらうまくいくかって、そうではないじゃないですか。やっぱり人間向き不向きがあるし、やり方もね、自分に合ったスタイルっていうのが人それぞれ違うわけですよ。 だから、絶対的な正解ってないわけですね。で、人によって言うことが対極になってる場合もあるわけです。A さんと B さん。お互いにそのうまくいった人たちが、真逆のことを言ってることってあると思うんですよ。どっちが正しいって、どっちも正しいんです、ねうん。で、今はほんと多様化の時代なんで、いろんなね、タイプの人が自分の答えを探してるわけです。だから、絶対的な答え A っていうのがあって、自分がその真逆の、ね、対局の B っていう答えを言ったときに、いや、自分は間違ってんじゃないかと。あんなすごい人がね、A っていう答えを言ってて、自分はその反対を言ってたら、 これは間違ってるから否定されるんじゃないかと思うかもしれないんですけど、それは、その、A っていうことを言ってる人にとってはそれが正解だけども、それが別に万人に当てはまるわけじゃないわけです。だからこの B っていう答えが正解になる人もいるんですね。A っていうやり方は自分に合わないと。このやり方でやってもうまくいかないっていう人は B っていうやり方の方がうまくいったりするわけですね。で、マーケティングの世界においても、例えばインフルエンサーがね、やってることを丸々ね、真似してうまくいくかってうまくいかないじゃないですか。インフルエンサーも何言っても受けるとかね、その人のキャラクターとかもあるし。 例えば僕とかだったら万人受けするタイプじゃないから、そういうまあいわゆるアイドル的なね、発信っていうのは合わないわけですよ。もうニッチでマニアックで一部のね、そういう人たちだけには受けるけども、まあ地方タレントみたいな感じですよね。その地方では受けるけども全国区では全然売れないみたいな感じです。だそれでいいわけです。自分のことを喜んでくれる人だけをまあターゲットにしていけばいいわけなんで、まあそういうふうに考えるとね、コメンタルブロックも外れるんじゃないかなと。 絶対こう自分の発信に喜んでくれる人とかね、自分のことを必要としてくれる人はいるので、そこでね、自分なんかって言って止まっちゃうとね、そういう人たちを助けることはできないわけです。なので、まあぜひね、えー、そういったことを考えることなくね、ね、えー、一歩踏み出してほしいと思います。一歩踏み出すと、まああの、思ったほど大したことないなってね、感じると思うんで、特にこう、例えば YouTube とかもね、ちゃんと編集しないととかね、話し方が上手じゃないとって思う人もいると思うんですけど、 あの、見てないんで、基本的に。ね。視聴回数5回とか、いきなりじゃあ、1本2本出してね、10万回100万回見られるかってそうじゃないじゃないですか。やっぱこう、最初は下手くそでいいんです。何回も何回もやってるうちに上手になってくるんで。で、その頃に少しずつこう、認知がね、広がっていって、いろんな人が知ってくれるようになるんで。最初からパーフェクトなものは作れないですし、どんな人間であっても必ず間違いっての犯すわけですね。大成功しているような、 ね、偉大な人物であっても、間違いは犯すわけです。だから彼らの言うことは100%ね。全てにおいて正しいっていわけではない。そう考えると、まあ自分も間違えるし、そういう人も間違えるってわけです。だから、そもそも正解は存在しないので。まあぜひね、あの、これから何か発信していきたいなとか、商品作っていきたいなと思った時にメンタルブロックを感じたら、まあ今日の話をね、 え、一度思い返してもらって、自分より一歩後ろに人を向けて、そういうものを届けていくっていう意識があればですね、メンタルブロックを感じることがないと思うんで、まあ、あの、諦めることなくですね、一歩踏み出してほしいと思います。